こう。みなさんこんにちは、アンニュアンセヨ、ふうかです。さて今回はですね、韓国ドラマ制作現場の話をテーマにトークをお送りして、最後に今週紹介するドラマ冬のそなたの概要をお話しする回にしようと思います。まず韓国ドラマって一つのドラマが長い印象ってありませんか？日本のドラマはだいたい週1回1時間の放送で3ヶ月クール10話ぐらいのことが多いですかね。一方の韓国ドラマは16話から20話くらいあって、だからね、こう見るのに時間がかかってしまってドラマ沼にはまってしまうんですが、でも韓国ドラマは実はね、週に2回ずつ放送されているんですよ。月火ドラマとか水木ドラマみたいな感じで週に2本放送されるのが一般的なので、実は期間としては日本と同じで、まあ、8週から10週で終わるということなんですね。しかもこの20話程度のドラマっていうのはミニシリーズと呼ばれているそうで、もっと長いドラマもあるんですね。全50話前後のものもあります。例えば宮廷女官チャングムの誓いってね、このチャングムなんて呼ばれて日本でも大ヒットしましたけれども、このドラマは全54話だったかな、このね、全50話前後のものに当たるということですね。そして今月のテーマにしている2000年代初頭の頃、韓国ドラマの現場はね、超絶に過酷だったという話を聞いたことがあります。今もですね、ドラマの現場っていうのは映画に比べると大変っていうのは言われていて、もう休みなく撮影されているそうなんですけれども、この20年くらい前というのはね、さらにひどくて、もう徹夜続きで放送日直前まで撮影してるっていうのがもうね、常識というか当たり前だったそうなんですね。過去にクォン・サンさんという俳優のインタビュー記事を読んだ時に、夜10時から放送するドラマをその日の9時台まで撮ってたっていう話を読んだことがあります。なのでもう前半の放送が始まってる間にもう後半の編集をもうガーってやって、もう本当に時間ギリギリでリリースするっていうような形で作られていたそうなんですね。で、なんでこんなことになってたかというと、この当時はですね、ネットの掲示板にドラマのスレッドっていうのが立って、そこにね、視聴者の感想とか意見がたくさん書き込まれてたそうなんですよ。そして制作サイドもそれを参考にして、こう脚本をね、臨機応変に変えていたりしたそうなんですね。だから視聴者の意見で亡くなる予定だった登場人物が回復したりとか、あの先週お送りした美しき日々とかね、まさにあのこういう展開がありましたけど、あとはこう人気があるからね、もうちょっとこのシーン詳しくやろうかとかでね、チャングムの誓いとかはそれで放送回数が伸びたりということがね、よくあったそうです。なので脚本が最後までできてない状態からもう撮影が始まっちゃうんですね。そして台本は直前に俳優さんに渡されるなんてこともよくあって、もはやこうなると予習が無意味ですよね。あの事前に俳優さんって多分台本を渡されてそれを覚えて撮影に行くと思うんですけど、もう実際に行ったら今日これでやるからって言って台本の内容が変わってると、やっぱりもうこれは即暗記できるスキルっていうのが必要で、もう俳優さんたちが持っている対応力っていうのもね、それだけすごいっていうことなんですよね。ただやっぱそれだけ超タイトスケジュールでやっていたので、ちょっとね、若干の放送事故があったりするんですよ、この昔の韓国ドラマっていうのは。まあ、外のシーンを歩いてて、そこから室内に入ったら出演者の衣装が変わっちゃってたとかですね、あとはシーンがつながらないぐらいこう顔がむくんでたりとか、いやこのシーン撮った時ちょっと具合悪かったんかな、大丈夫なんかなとかね、ちょっと心配になっちゃうようなこともあったりして、まあそれも含めてね、これがこう韓国ドラマだな、その文化だなと思って楽しんでいたんですけどね。でも最近はこうドラマの現場の労働環境をね、改善しようという動きも実は出てきて、この2016年の太陽の末裔というドラマ以降ですね、
事前に脚本が出来上がった状態で撮影を始めるっていうドラマも実は増えてきているようです。これ働き方改革の一環なんですかね。確かにこの放送事故を減らせるっていうこともありますし、現場スタッフにも余裕ができるんでいい方向だと私は思うんですけどね。でもやっぱりこの事前制作というのを始めてから一時的にドラマの視聴率が全国的に下がってしまうっていう時期があったようです。やはり韓国の視聴者としてはこう掲示板の書き込みとかを通して自分たちが作品に間接的に参加できるってことがドラマの楽しみの一つだったのかもしれないですよね。でドラマによっては事前に今半分だけ脚本を書いておくっていうパターンもねあるようです。後からちょっと変えれる余地も残しておくっていうようなことですね。しかしですね、こういったジレンマを乗り越えて大ヒットしたのが実は2020年に放送された賢い医師生活というドラマなんですよね。この2月の最初の回でもレモンさんからお便りをいただいて賢い医師生活少し触れたんですけれども、この賢い医師生活というドラマは事前に脚本を用意した上にプロデューサーの英断でですね、なんとお約束の週2回放送をやめて週1回だけの放送にしたそうなんですよ。まあ、日本とかアメリカとかのドラマと同じ形式にしたということですね。それでもなお大ヒットを記録したということでね、そういう部分でもこのドラマは話題になっています。やっぱりドラマのストーリーの部分がこう事前に計画的に撮影されていたからこそ俳優陣のねバンド演奏シーンとかが実現できたんだろうなと思いますね。チョ・ジョンソクさんなんかは音楽経験のある俳優陣ですけれども、皆さんが音楽経験あったとしてもやっぱりあれだけ毎週曲を覚えて演奏するっていうにはやっぱり練習時間も必要ですからね。そんなわけで韓国ドラマの制作現場も新しい時代に入りつつある感じがしますよね。まあ、韓ドラファンの一人としてはですね、俳優さんもスタッフさんもやっぱり健康第一で今後も面白い作品を作っていってほしいなと思いますので、そんな風に環境が改善されていい作品が生まれるということを願っております。では最後にですね、今週紹介するドラマの話を少しして終わりたいと思います。今週紹介するドラマは冬のソナタです。ついに来ましたよ、冬ソナですね。やっぱりこう日本の中では冬のソナタが韓国ドラマの入り口だったっていう方も多いんじゃないですかね。私自身もやっぱり冬のソナタっていうのは非常に感動してね、思い入れも深い作品でございます。さて韓国での放送は2002年ですね。韓国語での現代はキョールヨンガと言います。キョールは冬、ヨンガは漢字だと恋歌と書きますね。恋の歌という意味なんですが、日本語で恋歌って聞くと八代亜紀さんの歌に恋歌っていう歌がありましたよね。このだから演歌の題名みたいなニュアンス、あとは恋したって読んだ短歌とかね、そういう感じが連想されるような気がするんですね。で、まあ、こういう歌だからラブソングとするにもちょっとね、ニュアンスが異なるなということで、これは韓国から輸出されるときに恋歌からソナタというのに変更されたという経緯があります。私はねこれめっちゃいい題名だと思いますね。放題がね、冬のソナタっていうのが、やっぱりヨン様のビジュアルからも恋歌っていうよりソナタっていう響きがね、日本人としてはすごいしっくりくると思います。で、冬のソナタは結構世界各国で放送されているんですけれども、中国語題名は冬季恋歌と漢字で書きます。だから冬のソナタまさにその、あ、冬のソナタじゃないや、冬の恋歌っていう意味ですね。そのまま現代のままを漢字にしていると。で、英語題名は実はウィンターソナタというんですね。つまり日本語の題名は英語寄りなんですよ。これアジア圏で、まあ、中国と同じように漢字を使う文化が日本にもあるのに、なんか語感は英語題名寄りっていうのが、これ結構面白いですよね。
で、日本では冬のソナタのこと冬ソナと呼ばれていましたが、この冬ソナという言葉が2004年の流行語大賞トップ10に選ばれたという本当に社会現象になったドラマでございました。韓国での最高視聴率は 28% から 29% 程度だったそうで、もちろん韓国でも広く知られているドラマなんですが、実は韓国では超絶大ヒットっていうまでではなかったんですよね。秋の童話とかの時は 40% 超えの視聴率もあったので、まあ 28% から 29% ほどのヒットドラマだったということです。一方、日本の NHK での放送では最終回の視聴率がなんと 20% 以上あったらしいですよ。外国のドラマなのにすごいですよね。これ日本で放送されたのは2004年だったんですが、2004年のじゃあ日本のドラマの視聴率がどれぐらいだったかというと、この年最高視聴率を記録したのは、白い巨塔というドラマで唐沢俊明さんが主演されたドラマだったんですけど、このドラマの最高視聴率が大体ね 26% ぐらいだったそうなので、なんと外国のドラマなのに視聴率 20% 超えというのはすごい快挙だったそうです。冬のソナタはですね、このユン・ソクホ監督の特徴なのかもしれないですけれども、すごくね景色が綺麗ですよね。特にあの最初の高校時代のシーンはチュンチョンという場所で撮影されていて、もう自然が多くて本当に優しい時間が流れてる感じがすごく好きでしたね。こうあの木の間を自転車でこうね、あの抜けていくシーンとか、あと雪が降った後に、ね、雪を掛け合って遊んでるシーンとか、エモい、ね、風景でしたよね。でもこのドラマも実は時間ギリギリに撮影されていたっていうことで有名でして、なんと最終回の夕方のシーンを放送当日の夕方に撮ってたっていうのがね、結構有名な話だったりしますよね。いや、その状況で感情移入できる俳優さんが本当にすごいと思いますけどね。もうあと何分って押してるわけですよ。もう多分みんな撮ってるスタッフは早泣いてくれ早泣いてくれと思ってますよ。もうそのプレッシャーの中でちゃんと感情移入して、もうね、あの感情を表現するっていうのがね、素晴らしいなと思いますね。そんなわけで今日は韓国ドラマの制作現場の話を中心にお送りいたしました。概要欄の質問箱からメッセージや質問などまたぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫ですよ。 YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK。